はい、サムちゃんです。はい、何ですか。ですね、僕のツイッターの方に、はい、リプで、はい、こんなものが来たんですけど、うん、ちょっと見てください。何これ。スタッフくんがアキネーターの VIP キャラなんですけど。ほんまやん。マーキュリーのスタッフって書いてある。嘘、ちゃんと。そうやね。すごい。ほら、マーキュリーのスタッフちゃんと。うん、マーキュリーのスタッフすごいね。え？ってことは？ってことは、ユージくんも。でもユージくんってなんて出るんやろ。マーキュリーのファン。のファンって受けるわ。マーキュリーのファンって言ったら面白い。それはおもろい。え、でも VIP、どういうこと VIP って。なんか、どういうこと VIP キャラなんですけど、どういうことなんやろ。このアキネーターっていう、あれあるやろ、うん、アプリがあるよね。うん、あります。こんな感じ。どういう、ちょっと合ってるんちゃうかな。ちょっと待って。はい、ありました。はい、ください。はい、でまず、はい、まあ絶対出るけど、マーキュリーさんから。あ、そうそうか、やってみよう。そうか、そうしよう。マーキュリーがまず出るかね。マーキュリーのことを考えてればいいのね。よし。はい、質問その1。10巻以上漫画がある。いいえ。男性、はい。名前はすべて漢字が使われる。ああ、家か。うん、マーキュリー商事で多分。そうだな。 YouTube 関係者、はい。名前が4文字。ああ、キー、何、いいえ。ニックネームは3文字。違うの。一応のゲーム実況者、違います。何人かのグループ。え、なんて言えばいいんだろう。今グループですか。わからないってない、それ。そうだ、わからないか。ニックネームに棒がつきますか。はい。お、金髪の時がありますか。あー、あったね。はじめ社長の畑のメンバーですかって。いいえ。リーダーですか。リーダー。チーム名に海が関係する。しない。テレビしちゃうやつ。外国人の名前を持ってる。もう外国人の名前か。はい。あるあるをよく出していますか。いいえ。日本に住んでる。いいえ。 YouTuber、 はい。警察に迷惑をかけていますか。いいえ。その質問おもろいね。アメリカに住んでる。いいえ。日本人、はい。完全に顔バレしていますか。はい。 D という文字に関係がありますか。いいえ。急にワンピースみたいな。ね、ムキムキですか。いいえ。ボールを使いますか。いいえ。ニックネームに間がつきますか。はい。アイドルオタクですか。はい。持ってたよ。マーキュリーって出ました。出ました、ちゃんと。おー、出るね。写真古いんじゃないですか。高校1年生の。痩せてる時の。そう。さあ、マーキュリーは出ました。まあ、ちゃんと出ますね。出ます。はい、で次、ユージくんが出るのかっていう。そうですよ。じゃあ次、僕。うん。次こそ僕、行きます。もう一度遊びます。はい。で、言うたらさ、うん、これやってた人さ、俺のもやったんじゃない。でも出なかったよね。YouTube 関係者、はい。何人かのグループ、はい。ニックネームは3文字、1度、はい。6人グループですか。いいえ。女性、いいえ。リーダー、いいえ。7人以上のグループですか。いいえ。音楽に関係してる。ああ、どっちなの。分からないとでいいんだ。分からない。部分的にそうとかじゃ。ああ、部分的にそう。はいはい。4人グループで活動している。いいえ。2人組で活動していますか。うち3人組やん。どうなる、うわ、どうなるんやろこれ。多分そう、部分的に。うん。ゲーム実況者。いいえ。ニックネームに間がつきますか。いい。いいえだね。顔出しの際マスクをしていますか。いいえ。いいえ。黒髪。黒髪。はい。おう、水と関係がある。ないですよね。うん。自分で。グループ名に棒がついていますか。ついていません。10代、いいえ。2人組ですか。グループ名に棒ついてるくらい。え、マーキュリー商事。いや、俺やで。グループ名でしょ。グループ名とか言ってないよ。え、言ってたやん。ニックネーム。あ、グループ名言うたやん。え、嘘。多分そう、部分的にそう。2人組ですか。メガネをかけていますか。おこれ、ね、部分的にそうなんだよね。太ってる。あ、はい。あだ名にくんがつきますか。つかない。え、つかな
ニックネームが死から始まる家坊主頭いいえワンピースに関係するしません関西に関係がありますかいいえ食べ物と関係してません太っているはいくんづけで呼ばれますか呼ばれてませんメガネをかけていることが多い多分部分的にそうちゃんのあだ名で呼ばれてるいいえですK さんなんですけど。K さんとゲーム実況者らしいです。いいえ、あそういうことか。続けますか。はい。ああ、はい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 。タバコを吸う。わからないでしょうか。三人。うちは三人。うん。結婚していない。髪染めていますか。いいえ。ニックネームは四文字ですか。いいえ。誰かと付き合っていますか。はい。さあ、VIP キャラクターを見つけたねって出ました。どういうこと？して。VIP じゃなきゃダメなのかな。え、ビデオ見たらいけんじゃんこれ。え、ちょっと待って、ビデオ見るとやってみる。うん。ちょっと待ってください。いや、出ないんだこれ。いや、だからこれでもしビデオ見たらユージ君、ユージ出るかもしれない。え、でもさ、質問してることが全然的が的外れてるもん。なんか的外れの質問しか来ない。うん。ということで誰誰だよゴリパって誰だよゴリパって誰だよゴリパはタイポンの相方タイポンタイポンかなタイポンうちコラボしたことあるよへえー、いやいい絵だ続けますかはいまあゴリパっぽいねそうですかきょうだいの兄の子まあ兄の子ですチェヌって誰出てきたのもう諦めようゆうじくんは出ないんだえマジ出ないえじゃあ逆にさスタッフくんちゃんと出るのかなほんまや俺ほんまに出るかやってみようそうしますうんじゃあスタッフくん僕なりのあれでやりますよほんなら YouTuber はい何人かのグループはいニックネームはいいえゲーム実況者いいえ2人組で活動していますかいいいいえ音楽に関係していません3人組はい男女グループいいえ呼び名は2文字ですかいいえニックネームに間がつきますかこれに間がついてはいって言ったら入らないな。いいえ。リーダーですか。いいえ。ぽっちゃり者だけ。いいえ。女の子。いいえ。ニックネームに棒はつかないよね。スタッフさん。いいえ。髪を染めていますか。はい。タバコを吸いません。はい。TikToker ですか。いいえ。歌に関係ありますか。いいえ。兄弟か姉妹がいる。兄弟いますね。はい。学校に通っていますか。いいえ。青が特徴的ですか。いいえ。北海道関係していますか。いいえ。歌舞伎で有名なホスト。いいえ。ニックネームに血がついてないよね。はい、いいえ。死もついてない。死から始まる。死から始まらない。3人組のうちの1人ですか。はい。名前が4文字ですか。いいえ。関西弁で喋る。はい。弟がいる。いいえ。一度でも結婚している。いいえ。古川優香さん。出ました。ちょっと貸して。いいえってやってきますか。はい、ちょっとフルネームがアルファベットですか。いいえ。でも、VIP でって言ってたから、なんかさっきの動画見ないと出んタイプのあれかもしれない。かもしれないな。でも出たってことね。そういうこと。キャラクターを見つけたねって出たおってことはこれでビデオを見て、はいはいはい、本当に出てくるかどうかあーどうなのかってところでしょ今無口な空に吐き出した
エル君が出ました。え、誰？エル君、ラファエルのマネージャー。あーはぁ、確かにそんな格好してんもん。いや、同じやな。いえ、続けますか。続けてみよう。ちょっと待って、顔をこかしていません。くん付けで呼ばれますか。はい、さん付けで呼ばれてる。いえ、 YouTuber 関係者。はい、お出た。え、スタッフくん、マジ出た。すげえ。まだ写真ないけど。え、すごいね。マジか。え、うざ。ちょっと待って、なんでうざくはないけど、うざくはないけど、俺も出たい。いえ、YouTuber。 料理と関係していません。料理と関係していない。タニック誰でね、もう本当に出ないんですけど、僕、あなたが想像したキャラクターがリストの中にあれば、それらの名前をクリックしてくださいっつって出たのか、いろいろ。さあ、ここの中に俺がまずおるかどうか。おるかやね。いない。はい、じゃあもういないっていうことは知りましょう。まだ出ないっていうことで。どう考えてもあなたのキャラクターは知りません。以下で名前を教えてください。探させてください。カゴン、ユージ、ユージ、ないやな。リストにありませんしとく。うん、あ、俺なかったです。君の分厚い声ということで、僕はちゃんと出ましたが、ゆうじくんはまだ出てないということで。なんで顔も出てない。スタッフに負けんの。